ッキの件、説明してもらえますか、ノルン。アリシア様に聞いたのですか。今パト様に何をした。反落が目的ではないのはわかる。だが何か企んでいるのなら同じ政治部隊として話を聞かせてもらいたい。君はちょっと面倒なんだよ。私のことを隠しただと思ってるからね。だからちょっと手間かけてみるね。君は偽りの真実を信じていればいい。君は帝王様の駒だ。なんだ、この威圧感。ノルンはここまで威圧的だったか。アリシア様、大丈夫です。パト様は私が責任を持って探し出します。ラルネイ様にも期待されていますし、お任せください。無茶しないでね。何かあったらすぐに戻ってきてくださいね。任せてください。政治部隊の副長です。帝国の国営を担う頭脳を携わっているのです。成し遂げてみせます。あなたみたいな元気な子が一時的とはいえ帝国から離れるのは寂しいですが、お願いしますね。ノルン、あれ？あれ？誰？誰だ？いらっしゃい、アリシアさん。私の牢獄へようこそ。神域でかい。そう驚くこともないでしょう。何度も見ているのに。怖がらないで、あなたをここに呼んだのは我関係の記憶の改ざんをするだけ。警戒しないで、悪意はない。むしろ我はあなたたちの味方。ただ我があなたたちの味方であるために本来の副長の席を借りているだけ。味方だろうが悪意がなかろうが、部外者には変わりないだろう。正当化なんて到底できない。なのね、何者だお前は、私たちに何をした？話せないならお前は敵だ、ノルン。一生懸命に吠えてて偉いね。そんなに我が怖いか。愛しく思えるほどけなげだ。我は最初から最後までずっと帝王様の味方。あなたは帝王様を追いかけなさい。あなたが守ってあげないと帝王様はまだまだ危うい。何？何なの？どうしてこの人の言葉は素直に私の中に入ってくるの？なんで私はこの人の言葉でここまで安心できるの？私は政治部隊のノルン。そしてあなたは何も見ずにパト様を護衛している。私とは合わなかった。パト様、入ったと思ったら別の場所に行った。何か心当たりがあったのでしょうかね。そうそう、素直はいいことってね。しっかり帝王様を導いてね。あ、本当にまずい。お風呂入らないと。ラルがもしあのまま逃げたとしたら自室に戻ってる可能性があるな。一度立ち寄ってみてダメだったら聞き込みをするしかないな。一度城側を探そうとしたけど、なぜかこっちにいるかもって強く感じたんだ。ラルとは話さないといけない。ラルの誤解を解くために、ラルを知るために、動揺している今しかないんだ。ラル、いるか？室内に気配はある。ノックして出てこないということは別の神が偶然いるという線はないな。話をしよう。俺たちずっと距離があったからな。こうやって話すこともできなかったろ。本当は言われていたんだ。少しでも話して和解すればって。でも俺自身ラルに苦手意識があったからさ、どうしても素直になることができなかったんだ。でももう少しラルもフレンドリーに来てくれたら俺もここまで距離感を感じることなかったのに。ラルはなんで俺から距離を取ったんだ。それがラルにとって必要なことだったのか。別に私は好きで距離を置いていたわけじゃない。同情されたり下手に仲間意識を持たれて私に危険が迫った時、身を挺して守るようなことにだけはなってほしくなかった。距離を置けば巻き添えにはならない。でも距離を置いていても私が主様を守ることはできる。私のエリアは最も犠牲者が出たエリア、故に私がいち早く担当し、可能性を感じさせないために一切の情報を伝えなかった。それは私だけで対応すれば問題ないと考えていたから。だけど今回のエラーは倒しても倒しても現れる。しかもその出現場所は神出鬼没。だからリスクを減らすために撃破ではなく、私の能力で封印という形で管理していた。それでも結界が弱まると一定エリア内に入るとプレイ GI の能力範囲になり、その後も知らずに近くに来た神が犠牲になった。だから私は数ヶ月前から従属すらも近寄らせずに私だけがこのエリアを担当し続けてきた。わかってる。全員がエラーを倒そうとしている中、私はずっと封印して問題解決に貢献できていなかった。ロート、エラーの生態研究に一体何の意味があるのかしら。エラーの行動を理解しなければ攻略の糸口なんて見つけられない。全員が足並み揃えて間違えるのなら、一人ぐらい違う目線で突破口を探すのも大事なはずだ。新しい観点だった。正直私もその案には賛成だった。エラーを調べ、理解すれば何度倒しても出てくる原因がわかる。ただ大事な時期には追い出す行為には関心できなかった私はその場では注意してしまった。それが逆にダメだった。私が少しでも歩み寄り協力し、今の主様のように議題に上げ方針に組み込めば、今主様は私ができなかった道を歩んでいる。私ができなかった判断をし、乱れたは抑え戻そうとしている。
一人だとすごく弱いのに信用である私よりも的確に問題解決に貢献している。それが私にとって次第にかけがえのない最後の希望の光に見えた。今度は絶対に絶やしてはいけない。今度は絶対に間違ってはいけない。だから私は私にできるやり方で確実に主様を導く。少しのミスも許されない。それで全員がもう一度自由を手に入れられるなら、私は、主様に見放されてもいい。だから私は主様の優しさに甘えてはいけない。このまま無視しよう。そして明日になれば何事もなかったように話そう。それが私にできることだ。ラル、返事はしてくれないか。なら俺はラルに言いたい。ラル、お前の気遣いは間違っている。それじゃ前には進めないんだ。俺はラルを知れば知るほどそれが浮き彫りになったんだ。きっとラルが俺に対して必要以上に厳しいのは自分と同じミスをしてほしくない。慎重になりすぎたんじゃないかって。瞬間だからこそ厳しくすることでしかラルは自分の正しさを証明できないんじゃないのか。俺はラルを何も知らない。だから分かった風に話し続けるぞ。お前は自分のミスを認めたくない。だからこそ自分にも厳しくすることで過ちをなくそうとしていた。だけどそんな自己満足で現実の結果が良くなるなんて都合のいい話なんてないんだ。ラル、お前の失態を認めろ。そしてみんなの前で謝罪しろ。そして俺の隣で一緒に歩もう。どうだ、俺がラルに手を伸ばせるのはこれが最初で最後だ。もし俺の話が合っていたなら、一緒にやり直そう。一緒に足並みを揃えよう。俺が主だ。お前たちの過ちも全て俺が持ってやるよ。何か言えよ、言い返してみろよ。黙ってたら何もわかんねえだろ。ラル、私は、やり直せるのでしょうか？やり直せるよ。だってまだ取り返しがつくんだから。一緒に謝ろう。俺はラルの戦力的実力では何もできない。でもラルがラルらしくあれる精神的支えにはなってあげられる。ラルが良ければ俺を守ってくれないか。聞いたよ。世界最強の守護神、その力を俺のために使ってくれないか。俺はまだまだ弱いんだ。はい。ごめんなさい。ひどく当たって。ごめんなさい。俺もラルの優しさに気づいてやれなくてごめん。ずっと待たせて。ごめん。ラル、パト様。和解できたんですね。さすがパト様。これで全員バラバラだった帝国が一丸に戻った。これでやっと問題解決のスタートラインに立てる。私の理想が体現した。私は、何も間違っていなかった。結構みんなの話を聞いて当てずっぽうで言ったんだけど。なんだ、てっきりソルテから聞いたんだと思ったわ。ってことはちゃんとソルテは黙っててくれてたんだ。だとしたら私の失態を聞いて失望したでしょ。あれだけ厳しい態度でいたくせに蓋を開けたら自分への罪悪感をごまかすためって聞いたら。まあ、そういうものじゃない。少なくとも人なんて何かしら抱えて生きてる連中ばっかりだ。神だって同じでもおかしくないだろ。俺が学んできたことは、弱さを認め、向き合うこと。ラルが想像できないほど落ちぶれた俺は帝国では一番弱者の気持ちに理解できる。だからこそ俺はラルを許せるんだ。自分の弱さを許せる奴は他人の弱さも許せる。逆に自分の弱さを認められない奴は他人の弱さを認めない。だから蹴落とし合いや過剰な暴言があるんだ。ラル、俺の前？いや、ラルが気を許せる人の前なら弱さを見せてもいいんじゃないか。すぐにとは言わない。ラルにとって最も難しいことだっていうのは理解できる。でもラルの弱さを知ればラルが気を許した相手ならきっと弱さを見せてくれるさ。それが信頼だと思わないかい？そうなのかな？少なくとも俺は今、ラルの前で弱さを見せている。いやずっと弱いけども。でもほら、隙だらけだろ。今の俺はすごく気が緩んでる。悪くないだろ。心を許し合えるってさ。ふふ、そうね。悪くないかもね。なんだ。心を許してって言ったんだから。責任取ってよ、主様。ああ、やばい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。